DNA 遺伝だ。やっぱり当時おかしいと思っていた。プロに入ってからお世話になった歴代の監督についての話で、石田投手はラミレス監督時代は中継ぎで投げて2日後、先発とかもありましたし、それがあって僕も中継ぎを経験でき、自分の野球人生が1年でも長くできる経験なので、すごく感謝してるんですが、当時は何言ってるんだって思ってましたと語り、会場のファンを沸かせました。また、現在の三浦大輔監督について先発させてくれるんで、そこの違いはありますし、データも野手の人と考え方が違う。どっちも勉強になりますけど、僕的にはピッチャーをやってた方からアドバイスしてもらった方が合うなと、去年15試合全てで先発起用した三浦監督の印象を語りました。くさ、やっぱ選手も思ってたか。ラミシン聞いとるか？ラミレスくさ。そりゃ2日後に先発とかわけわかんねえよな。マジで石田の扱いひどかったよな。でも去年はラミレスなら優勝してたよね。ラミレス時代でもあれだけ勝ちパが優秀なことはなかった。誰が監督でも無理やろ。村上があまりにも強すぎや。石田の扱いはガチでおかしかった。ラミレス擁護やないけど中継ぎにされるだけの理由はあったと思うけどな。問題は中継ぎの2日後に先発やらせてることだ。ラミレス DNA なんか落ち着かないんだよな。これじゃない感じがして、サイズ違いのパンツを履いてる感じ。どうせ今年 B クラス落ちしてまた三浦叩きが始まるんだろ。